えー、こんにちは、えー、まあ今年もねあと <laughs> 3ヶ月ですね <laughs> あのこの夏なんか図らずもこの3ヶ月その恋愛について特に年の差恋愛について語ることが多かったんですけどもまあ私がそれの当事者であるからかもしれませんけどねうーんでちょっと前になんですかねハイスペック男性ですねハイスペック男性と付き合うのは結構大変ですよみたいな。 動画を上げてみたんですよこれは私が思うからというよりもあのハイスペック男性と付き合ってねあの別れちゃったと結局憧れのハイスペック男性とやっとの思いで付き合って「バンザーイみんなありがとう!」みたいな感じでね、えー、ハッピーな船出をしたんですけどもそれからほどなくして別れてしまったもしくは別れてはいないんだけどももうね顔を合わせるのも辛いぐらいうん嫌いではないんだけども ちょっともう難しいわみたいなね何人かの女性が久保さんこれをまとめて動画にしてくださいってことだったんで動画にさせていただきました15本ぐらいの動画になったんですけどもあのコメントをね早速いただいてちょっとそのコメントがなぜかね反映されてないんで強制的にねキャッシュから抜き出してこっちの方にね、えー、つけてるんですよこういうふうに書いてますまあ、多分これコメント欄に書いてくれたんでここで読んでも大丈夫だと思います いつも楽しく拝見しております。今日の動画は強烈ですね。確信をついた内容で大いに共感する部分があります。女性は大変なリスクを許容しながら、高スペック男性を探さなくてはいけないことを考えるとかなり厳しい。言い方悪いですけど、乗り逃げを覚悟しなくてはいけないってことですね。20代、30代男性、年収1000万以上の7割が独身ってことは、遊びまくって結婚しない。 考えさせられます、ね、これはねあのいやあの私の立場からなかなかね考えても考えても分かんないところなんですけども本当にねこれ難しい表現でありますけどもはっきり言いましょうハイスペック男性に惚れるんだったらそのハイスペック男性の都合のいい女にならなければ振り向いてはもらえませんよ。 ね、そのハイスペック男性があのいや前もちょっと言いましたけども、ね、これね言わないでおこうと思ったんですけどもハイスペック男性がやりたい時にやらせるぐらいのことないとじゃあ他に何かできるんだったらいいんですけども多分自分のスペックが低いことをちゃんと認識してハイスペック男性を望んでる女性がいるとしたらもうね差し出せるのはそのぐらいしかないんでまあ、はっきり言っていろんな理由つけてね ちょっと今日はできないのとかね。なんか、なんだよ、チェッとかね。ハイスペック男性に思わせたら、そのハイスペック男性は、いとも簡単によそでやりますからね。だからね、なんていうのかな。与えられるものは全部与えるっていう、まあ基本的なマインドセットじゃないですかね。で、ハイスペック男性は自力でそうなるんですよ。なんでそうなるかっていうと、愛する女性に与えるものは何でも与えたいと思うからなんですよ。だからそれを考えたら、どうですかね。 若い自分を求めてくれるってことはその若い自分を、うん、まあ提供すればいいんじゃないかなと思うんですよでそれを断って何かいいことあるのかなと思っちゃうんですよいやそもそもそのハイスペック男性とそういった関係になりたくないのかってことになっちゃうじゃないですかなんかこの表現すごくね男性の立場からするのは嫌なんですけどね、うん、これ実はねあの堀江貴海さんのお金持ちと結婚する方法っていうね本があるんですよ恋愛本が その中にもズバリ書いてあるんですけども、あの、まあ、金持ちはね、いくらでも女性が寄ってくるんで、あのまあ、不自由してないんですよ、そういうことに。だからこそ、渋って不自由させる女に全く興味がなくて、またいで取るらしいんですよね。それこそそういう女はやり逃げされるらしいんですよ。うん、でも、自分が求めてる時に、え本当にね、自分のために、 尽くくくししてくれる女性は絶対さなくなるらしいんですよで付け加えって言うならですよ付け加えって言うならそのハイスペック男性が浮気してもどうせ最後は私のところに戻ってくれるわぐらいの器量があるとパーフェクトらしいんですよ本当にこういう女性は離れなくなります男性がそのハイスペック男性がなぜならハイスペック男性といえどもうーん,なんかね自分のナンバーワンの女性に 怒られんのは <laughs> 腹立たしいんですよね。おめえが何言ってんだよみたいな感じになるんですよ。だからまあよそで浮気をしようがね、女の子と泊まってこようがね、涼しい顔をして、あでも結局私のとこ戻ってくるでしょぐらいの度量があると、その人と一生添い遂げるらしいんですよ。だからそれをいちいちね、トラブルに持ってこうとする。まあトラブルに持ってこうとするっていうのは変な言い方なんですけども、あの浮気をしたりね、 その風俗で遊んでくることに、やんやん言うようなめんどくさい女なんですよ。あの、金持ちの男性から見ると。いや、俺はモテるんだから、そのくらい当然なんだ。っていう風なスタンスなんですよ、もうこれは。本当に。いや、振られて、例えばその、特典のね、彼女に振られて、万歳なわけなんですよ、本当に。ああ、よかった、終わった。じゃあ、また一から新しい彼女探そう。すぐ見つかるわと。本当にね、一週間もしないうちにね、また若い女の子と付き合いますからね。ハイスペックなんですから。 誰が見ても選ばれる男性ですからねそのぐらいねハイスペック男性ってあの高値の花なんですよだから出会えるだけ付き合う付き合わない関係なくあハイスペック男性いたわって見つけるだけでもすごい難しいですからねうん、まあ、前回お話しましたけど身長が1 7 5センチ以上でまああの四大卒でね年収がまあ、2,000万とか以上あってそんな誰がいますかって話じゃないですか 多分、近くのなんかね、会社とかお店とかに飛び込んで行って一人たりともいないですよ、そういう人はうん正確な人数はね、正確な人数は測りかねるんですけども1万人中1人いないんですよなんか、林尾様さんがパーセンテージ出してましたけどもあのすでにね、結婚してる人を除くと多分見つけたらね、新聞に出してもいいぐらいのレベルだって言うんですよだから この銀河系にいるかどうかわからない、そのハイスペック男性を求めて、で、見つけたら本当にすごいんですよ。さらに、一瞬でも自分と付き合ってくれたらすごいんですよ。うん、そのぐらいの希少価値なのに、なんかその人の言うことが聞けないってことになると、もうほら縁をね、閉ざすことになって、だって、その人の言うことを聞いちゃう女の子もいるわけですからね。絶対にその人を話さない。 絶対自分のものもにするんだ一生一緒にいるんだっていう強い意志があって何が起きても大丈夫な人いるわけですよそのぐらいのタフな21歳22歳がでそういう女性がライバルになるわけですからねハイスペックダンスに惚れるってことかなり奇特な人ですよなぜか知らないけどあ,あなたにっていうかね、まあ、誰もいないですけどあなたって想定する人がの一人の人になんか集中特化してくれて その人のことをね超尊重してくる男性がいるとしたらなんかよくわかんない人ですよそれは。<laughs> うん、例えて言えばねなんかこうた例えもないですねもう例えないですよこれはもう <laughs>、ね。だからそういうことをいろいろ考えるとハイスペック男性とね探すのはいいんですけどもじゃあ付き合うのとか例えば3年間一緒にいるだけでもすごいんじゃないですか ハイスペック女性だったらね、釣り合ってるんですけども、ハイスペック男性を求める女性って、ハイスペックなんですかね。例えば四大卒ですかってところからもうちょっと変わってくるでしょ。そんなにいないわけですからね。あの、なんていうのかな。ハイスペック男性。この言葉あんまり好きじゃないな、やっぱりな。ハイスペック男性。<laughs> そんなことでね、男を測るなとか思っちゃいますけどね。<laughs> 測りますよね、でもね。うん まあだからそこそこちょっとなんかこういいんじゃないですかハイスペックじゃなくても、うん、なんかひょうきんでねユニークだったらね <laughs> あとねすごく肝心なことなんですけどもあのまあノクさんの例もあるんですけどもノクさんって40半ばから大富豪ですからねだからねあのちゃんと可能性を見出していかないといけないですよあの男性になんか一定の豊かさっていうか経済的な 強さを求めるななららどこでで花開くかかかんないですからねほとんどの人は花開かないんですけども博打みたいなところがありますね、うんまあ、私も40からですからねそれからね身長はもうどうしようもないと思うんですけどもなんていうのかある意味ね自分との出会いによってこの平凡な男性がどこまで伸びるかぐらいのそんな影響力とか。 企業を持ってもいいんじゃないかなと思いますよね。だから出来上がった男性と知り合おうと思うから難しいんですよ。ハイスペック男性って最初から出会った瞬間からそんな人を求めたら、それいないし、すでに誰かのね、男だし、そうじゃないにしても超掛け持ちされますからね。だから悩みが尽きないんじゃないですか。だから平凡な人と一緒に過ごしていくうちにだんだんすごい人になっていくみたいなのがいいんじゃないですかね。<laughs> どうですかね、これはね。 なんかまたなんか怒られそうですけどね。今のところ怒られてないんですけど、こんな話題をしても。<laughs> まあまあいいや。なんかすごくね、肯定的な意見、コメントが入ってましたんで、ちょっとそのコメントに返信も込みで、今回の動画ね、追伸させていただきました。まあまたなんか気づくことがあったら、書いてくださいえ。逆にハイスペック女子っていうのはね、なんかないんですかね。<laughs> ハイスペック女子はこれがハイスペックだみたいな <laughs> あんまりないんですかね。 なんかあれっすよね。女性がハイスペックになるためにも、やっぱり同じぐらい時間かかるんで、ハイスペックになった頃はなんか45とかになってるんですよね、きっとね。高市早苗さんとか60でしょこのくらいでしょ総理になるっていう女性が。ハイスペックですよ、これ。いや、でも、なんかぶっちゃけ恋愛できないじゃないですか、なんか、なかなか。<laughs> きついっすよね。なんかお,お母さんとかおばあちゃんみたいな年齢ですもんね。いやー、なんか、すごいですね。何がするか分かんないけども。こんな動画を、 撮ってしまう私がすごいと思います一応 <laughs> すごいなんかねアホという感じがしますけどもねまあでもあれじゃないですかこんな動画他に作る人いないだろうから、えー、多分貴重な動画になると思いますまあこのテーマなら削除されることもなさそうですねこの辺にしときましょうかいってらっしゃい